シンドガライガリオネスとシンドガライ、1906年、撮影。シンドガライは、サンティアーゴデ・クーバに生まれ、ハバナで死去した、キューバのトローバのミュージシャン、トロバドール。ペペ・サンチェスの弟子。トローバの4偉人の一人であった。ガライは、スペイン人とアラワク族の血統を弾いていた。ガライは、孫の時代のトローバの楽曲の作家として、最も卓越した存在であり。 その最良の作品群は何度となく歌われ、録音されてきた。パーラ・マリナ、アディオス、エーラ・ハバナ、ムヘール・バ・ヤメサ、エル・ウラカン、ワイ・ラ・パルマ、グアリナをはじめ、多数の楽曲がキューバの文化的伝統の一部となっている。ラバルジなどは、広大のアーティストたちによってもしばしば取り上げられている。ガライは、楽譜は読むことができず、アルファベットすらようやく16歳で自学したほどで、 あったが、他の人々が楽譜を書き留め、また録音が残された。生涯に作った楽曲は600曲に上るという。長い間、ガライは、長男のガリオネスとデュオを組んで歌っていた。他にも息子二人と娘一人があり、いずれにもインディアン風の名をつけていた。1890年代には、キューバ独立戦争に関わり、一時はイスパニョーラ島への移住も考えた。 実際に移り住んだものの妻と共に帰国し、1906年にはハバナに落ち着き、1926年にはリタ・モンタネールたちの一座に加わってパリに巡業し、3ヶ月にわたって自作曲を歌った。彼はラジオの放送にも出演し、録音を行い近代化していく時代にまで生き延びた。ガライはしばしば、ホセ・マルティとフィデル・カストロの両方と握手した奴は、 そんなに多くないよと述べていた。古いトローバから新しいトローバの時代にまたがって生きたカルロスプエブラは、ガライについて、シンドは100歳の誕生日を何度もやったんだよ。金がなくなるたびにね、と冗談を述べている。ありがとうございます。